ジャケットはワコマリアの新作のジャケット で、 T シャツは変一の T シャツでずっと着てるやつで、パンツはどっかの古着屋ですごい昔買った自分のブランドのサングラスって感じですか。これは僕の仲間がタトゥーアーティストをやっていてタッペっていうんですけど T シャツ作ったんでよかったら言って、それと一緒にティッシュも作ってて可愛いね、ちょっとお気に入りで最近はこのティッシュばっか使ってるんで、そうはい、ちょっと待ってこようかなと思ってお気に入りのパッペの T シャツです。これはフェノメノっていうブランドで、まあ、その僕の師匠とか大杉さん の、あのブランドのね、なんていうんですかね、缶の上みたいになってるのボールチェーンただつけてネックレスにしてるんですけど、まあ、これもともとネックレスがあったんですけど違うボールチェーンなのでつけてるのでしょっちゅうつけてるので持ってきた感じです。これは UMTC Studio って言ってドイツの僕の弟みたいに可愛がってるやつと、まあ、同い年のフロリアンってやつとハイっていうやつが2人でやってるドイツのブランドがあるんですけど、この間届いたんで、ドイツから。で、しょっちゅうつけてるんで、この時にマイティアとして持って来させてもらいました。これは、アバージンっていうバンあのミュージシャンの子で、すごい曲もめちゃくちゃかっこよくて、Spotify とかでいつも聴いてるんですけど、レコードデートしたんで、せっかくだから、お気に入りで持って来させてもらいました。これもまた先輩がやってるブランドで、後のオプティカルっていう、メガネ、最近愛用してるんで、これをちょっと持ってこさせてもらったのと、最後は、まあ、コスプレ僕すっごい好きで、で、まあ多分これ、アリさんの曲の途中にその歌詞が書いてあって、夏もバチもちろんするっすけど、する、まあでもジャケットとかの方が、僕的にはなんかつけやすいなっていうのもあるんで、冬になると取り出してつけてるって感じですか。今年の冬で、これ着たい。まだ買ってないけど狙ってるアイテムみたいなのあります。時計買いたいなって日々には思ってるんですけど、最近買ったもので服でもいいですけど、服以外とかあります。軍物のジャケットとか買ったりとかしたっていうのはいいですというか、コロナの前とまた今って洋服に対するあのマインドみたいなのって変わったりしましたか。人と会うのが少なくなったんで寂しいなって気持ちあったんですけど、別にでも、まあ、家でめちゃくちゃ服着て楽しんでたんで、はい、ありがとうございます。